ご覧のような会場になっています。この日宮田ジムから10人のスタッフ、関係者が乗り込んでいます。その他試合を見ようと乗り込んでいった日本人が15人、合わせて25人の日本人、その方々が見守る中、内藤大助、これからタイトルマッチを行おうとしています。相手はポンサクレック、今回4度目の防衛戦になります。内藤は世界初挑戦。浜さん、せっかく手に入れたチャンスです。思い切りね、やっていただきたいと思いますね。これでほんの20数人ですよね、はい、それで帰ってきた成田空港では、はい、何百人という人が入ってればいいですね。そうですね、24歳チャンピオン、27歳挑戦者、身長はご覧の通り、そして、チャンピオンは46戦目、一方内藤大助22戦目に当たります。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、タイのコンケンで行われます。ゴングが鳴りました。いきなり来ました。挑戦者が突っかけていきます。これは戦前に言っていた通りです。まず自分から打ち合いに行きたいという気持ちです。左右と出していきます。左打ちました。チャンピオンまた右ここに持ってきました。左から入っていきます。もう完全に浜さん打ち合いという体勢ですね。プレッシャー負けないと動こうと。左が当たった。ダウンです。左がヒットしました。チャンピオンの左、内藤大の字です。カウントアウトです。1ラウンド早々左をもらってしまいました。内藤大助立ち上がることができませんでした。最初出だし良かったんですけどね、チャンピオンは肩車を抱え上げられています。日本の内藤、乗り込んでの世界初挑戦だったんですが、1ラウンド砕け散りました。ちなみにレフリーはメモアイオンといって、昔シュガレーロビンソンの晩年に戦ってですね、勝ったことある人ですね。そうですか。いや浜さん、サウスポー海賊も、それから神のチャンピオンポンサクレック攻略法も、ちょっとね、見られないまま終わってしまいました。相当練習はやってきたんでしょうけどね、勝負の世界、一瞬一瞬先をやめるというんですかね。確かに一発もらって倒れたら、起き上がらなかったらボクシングはそこで終わってしまいます。1ラウンドタイムは結構浅いところだったようです。だから1ラウンド目っていうのはですね、鬼門なんですよ。というのはですね、ウォーミングアップやってもですね、体の中までウォーミングアップされてないですよね、はい、だからそういうところでパンチ食った時にですね、今のように効いてしまう場合があり得るわけです。出だしはですね、非常にアグレッシブ、攻勢的でですね、攻撃的で良かったんですけどね、カウンターになりましたね。ですね、ものの見事に左をもらってしまいました内藤大助。世界初挑戦は1ラウンドノックアウトに敗れています。本作レッグ、これで4度目の防衛に成功です。พลเอกโกวิทพักดีภูมิครับจะร่วมกันคาดเข็มขัดนี่คือการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4ของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิม112ปอนด์ของ WBC ซึ่งใช้เวลาเพียง